誕生日のサプライズやなんて、私感激や、ほんま嬉しい。素敵な贈り物ありがとうな。誕生日のサプライズやなんて、私感激や、ほんま嬉しい。素敵な贈り物ありがとうな。誕生日おめでとう。誕生日記念コント、今日の主役なのに笑わす側なんやね。遠慮なく楽しませてもらうばい。誕生日おめでとう、小春。めっちゃおもろいカツラプレゼントや。かぶったら頭に花咲くんやで。これでまたみんなのこと笑かしてな。これお前のために買うてきたんやで。おもろいカツラやろ。金ちゃんと悩んで選びきれなくて、一つずつプレゼントや。誕生日おめでとうな、小春。誕生日おめでとう。年を一つ重ねたことで、小春班のテニスと笑いに一層磨きがかかることやろう。わしも負けずに精進するで。誕生日おめでとうございます。パーティーの準備、ユージ先輩がキャンドルサービスやる言うて大変でしたわ。笑てる場合ちゃいます。小春、いつもありがとうな。テニスはもちろん、頭ええし、お笑いおもろいし、ほんまいろいろ助けられてる。誕生日おめでとう。誕生日のたび思うねんけどな、小春の誕生日は11月9日、俺の誕生日は9月11日。鏡で映したみたいやんな。なんや運命感じひん？私のために集まってくれて、おおきに。ほな、バースデーソング歌ってもらおうかな。たっぷりの愛情込めてよろしく頼むで。ハッピーバースデーや、小春。ときめきが欲しい？俺に言われても困るわ。小春はん、誕生日おめでとう。いつも素敵な笑顔を大きにな。誕生日って聞いたばい。あんま構うとユージのやつがやきもち焼くけん、後でみんなでお祝いしような。誕生日おめでとう。何欲しい？え、真田の兄ちゃんの写真？まあ、ようわからんけど、撮ってくるわ。小春先輩、誕生日おめでとうございます。あ、お礼のキス。
全然いらんすわ。小春、誕生日やからってハメ外すんわって言いたいとこやけど、今日の主役はお前やし、好きにしてええで。楽しくお祝いしような。おめでとう。小春、誕生日おめでとうな。特別な今日という日、何をプレゼントするべきか悩んだ俺は、俺自身をプレゼントすることにしたんや。小春、俺を受け取ってくれ。